アチェ党は自由アチェ運動を母体とするインドネシアの地方政党。2005年8月15日のヘルシンキワ平合意により、インドネシアではアチェ州でのみ地方政党の決闘が認められ、2007年3月16日にアチェの地方政党に関する政府規則2007年第20号が発令された。同年6月4日、GAM は元軍事司令官ムザキルマナフを党首として、 アッチェ独立運動等の決闘を宣言した。だが、透明に GAM を監視当機に GAM の旗を採用したことがインドネシア政府の反発を招き、同年12月10日に地方の文章に関する政府規則2007年第77号が発令されて、分離独立運動に使われていた旗やロゴの使用が禁止された。翌年二月十三日、GAM は透明を アチェ自立運動党に解明して、再度申請したが、インドネシア平和インスティチュートが仲介に入り、GAM は同年4月22日に透明を、アチェ党に解明した。2009年4月9日、アチェ衆議会選挙が実施された。この選挙には、地方政党が6、全国政党が38参加していたが、アチェ党が、 得票率46.91%で対象し、衆議会69議席中33議席を獲得した。なお、アチェ党以外で、衆議会の議席を獲得した、地方政党は1議席を獲得した、アチェ主権党だけだった。また、県、市議会では23ある県、市のうち11で、アチェ党が第一党となった。2009年の総選挙の後、 アチェ党内では、州知事イルワンディユスフ、副知事ムハンマド・ナザルと党幹部との対立が発生した。2011年12月4日、元 GAM 大アチェ建築司令官のイルワン社を、党首アチェ公委員会で、大アチェ県委員長を務めていたムハラム・イドリスを、幹事長としてアチェ国民党が結成され、イルワンディユスフは、党の諮問会議議長となった。これにより、 GAM は、アチェ党とアチェ国民党の2党に分裂することになった。2011年、アチェ党は、GAM の元外務大臣ザイニアブドゥラを、州知事候補、党首ムザキル・マナーフを副知事候補として擁立した。一方、現職知事のイルアンディは、元アチェ州居住、道路局長、ムフヤン・ユナンを副知事候補として、無所属で出馬した。アチェ党地方、 第256条では、統一市長選挙への無所属での出馬は2006年の選挙に限って認められていたが、憲法裁判所は判決でこの条項を無効とし、アチェ党はこれを不服として、選挙のボイコットを示唆した。これにより、投票日は2回にわたり延期され、結局2012年4月9日に、アチェ州知事選と19の県市長選挙の投票が行われた。 アチェ党候補在に、ムザキル組は55.77%を獲得して、当選し、また9つの県、市で、アチェ党候補が当選した。2014年4月9日、アチェ衆議会選挙の投票が行われた。この選挙には12の全国政党と3の地方政党が参加しており、地方政党では分裂した、アチェ党とアチェ国民党のほか、アチェ平和党が参加した。 アチェ党は29議席を獲得して第一党の座を維持したものの、得票率は35.34%と前回の選挙より10%以上減少した。ありがとうございます。